どうも、人造人間19号くんです。今日は年に一度の人間ドックに来ております。昨日の夜からご飯を食べていないのでお腹が減ってます。このもらったナンバーが19番ってすごくない？運命を感じますね。それでは今日も参りましょう。レッツゴー。しんどかったよ、胃の内視鏡。僕ね、人間ドック5回目なんですけど、毎年やってるんですけど、全然慣れないね、この胃カメラ。もう鉛筆より太い1メートルぐらいある管がね、口から入れられてね、もうウェットなるよね。辛かった。はい、人間ドック1日目が終わりました。18時間ぶりの食事となります。うわー、腹減った。病院食なんで少しヘルシーですね。いただきます。はい、健康診断1日目が無事終わりました。今はアパホテルに来ております。前は病院で寝泊まりしてたんですけど、なんか病院が改装中だそうで、最近は人間ドック1日目と、2日目の間の夜はアパホテルで、一泊するという流れとなっております。この後夜ご飯も、出てくるので、アパホテルのレストランに行ってきたいと思います。今回は初日が胃カメラで、2日目が大腸検査なんですけど、どっちもその前日の夜7時からご飯が食べられないということになっております。普段だったら5時間おきぐらいにご飯食べてる僕なんで、18時間の絶食はなかなかヘビーですね。でもね、その後に食べられるご飯はもうとてつもなく美味しいですね。空腹に勝る調味料なしと昔の誰かが言ってましたが、まさにその通りだと思います。ではこの後少しお昼寝をして夜ご飯を食べていきたいと思います。おやすみなさーい。